おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回はですね、何をやっていくかといったら、アップデート後の仕様変更でね、おそらくスタミナに関するお話なんですが、そちらについてねお話ししていこうと思います。というのもですね、なんでわざわざこの画面から始めたかって言ったら、お気づきの方いらっしゃるかもしれないんですが、アップデート後からですね、スタミナダウンスキルを使った時に、こうやってね、相手選手のスタミナがダウンされた表記みたいなのが入るんですよね。で、それが複数回入ると足が重くなったって入るんですよ。ここに書いてあるんですが、オルコナーの足が重くなったってね、っていうのもありますので、これをちょっとね、どんな感じに、どんな時に足が重くなったって出るのか、見ていこうと思います。というのもですね、オルコナー相手のゴールキーパーなんですが、74分のプルガートミカでね、足が重くなっています。メッシの、どこだろう、1回目が74分のプルガートミカがあって、80分のバーストシュート、86分のバーストシュート、それぞれでスタミナ削っているんですが、80分のバーストシュートの時に足が重くなったと表記が出ておりますので、そんな状態のオルコナー、一体どれだけスタミナが残っていたのか見ていきましょう。逆に1回目のバーストシュートでは、足が重くなったって出ていないので、そんなにそこは平気だったのかなと。もしかしたらスタミナがゼロになった時点でね、あの文言が出るのかもしれませんが、ってなったらですね、スタミナがゼロになるまでそんな能力値って変わらないのかなと思う、ちょっと思いましたので、ぜひぜひちょっと見ていこうかなと思う次第でございます。さあラウールからセイドルフ、防いでいく、そんなことはいいんですよ。もうここら辺はどうでもいいんですが、パパッと後半に行っていただきましょう。今までやっぱりですね、スタミナダウンスキルの効果が分かりにくかった、スタミナが削られるところは目に見えてはいたんですが、どこまで削られたらどうなのっていった感じが結構あってですね、私個人的にはこれ今どうなんみたいな感じがあったので、そういう意味では、足が重くなったっていう、その能力値のダウンかなが明言されてるのは分かりやすいかなと思います。ってことで一回まずここで止めましょう。さあオルコナー相手のね、レアルマドリードのゴールキーパーなんですが、今の時点ではですね、この一番左上の選手ですね、今の時点ではスタミナ9割ぐらい残ってるのかな。こっからメッシの一発目のプルガートミカが飛んでいくはずです。さあヤロンのロングフィードがボーンと蹴り出され、さあデンベレが前線を送って、ジョルディ・アルバからメッシが持ってワンタッチでプルガートミカ。さあこの時点で何割ぐらい、結構持ってきましたね、半分ぐらい持っていったのかな、4割ぐらいをね、メッシがオルコナーのスタミナを削りました。ゴールキーパーこうやって見るとやっぱり削れないですよね、ほとんど残ってる感じで、こちらも、アンカーのガットゥーゾは、残ってるけど、走り回るデンベレだったりメッシっていった選手は減ってる、応援も減って、テホーも減って、テホーはもう交代したのか、でジダンが代わりに入ってる感じですかね。でモリエンテス、ミナト、ミッチ、ラウール、相手の方も結構スタミナ減ってますが、やっぱりゴールキーパーは減ってない、その中でそのゴールキーパーのスタミナがっつり持っていきました。ただですね、まだまだ全然平気ですよね、黄色なので。さあ黄色じゃやっぱり能力値的には落ちないってことかな。さあこれが2回目のバーストシュートかな、2回目のスタミナダウン来ましたね。ここでさ、バーストシュート出てゼロになりましたね、オルコナーのスタミナが完全に枯渇したことで、ここでオルコナーの足が重くなったと出たわけですね。足が重くなった結果のね、能力値の変、移動とかっていうものはちょっと見ることができないんですが、それでも今の状態のオルコナーはちょっと弱くなってしまってると。ここでダメ押しのバーストシュート、なかなかそんなスタミナ削るのもないかなと思うんですが、珍しくね、1試合で3回、スタミナダウンスキルが出て、相手のスタミナを削りきり相手の足を重くしたといったところでですね、この相手の足を遅く、相手の足が遅いっておかしいですね、重くですね、相手の足を重くするのが、大体、ゼロになった時または赤くなった時なのかなと思います。今までみたいにね、スタミナダウンスキル、なかなか
目立たないことが多かったとも思うんですが、スタミナタウンスキルそのものがですね、まあ、そういうのが結構なくなってきたのかなともね、思います。意外とやっぱ、使われる機会も多くなってるのかなとも思いますね。じゃあもうちょっとですね、スタミナダウンスキル系で固めてみようかな。ボヌッチ入れて、私言うてもそんなスタミナダウンスキル持ってる選手いないんですが、ここはバランがいいかな。紫バランはどこだ、これですね。うん、あといたかな、ウィリアンとかもそうなんですが、ガッドゥーゾとかもねいいんですが、彼らはスタミナ系持ってないので、新しい星5ビダルって持ってましたっけ。ビダルはあれか、ハイプレスタックルか。うん、じゃあ、まあ、試しにじゃあビダルも入れてみましょうか。で、まあガッドゥーゾの代わりにまあ適当に投入して、まあ、こんな感じで、デブライネは全然関係ないし、まあ、もうちょっといるかなと思うんですが、これでもう一回いってみましょう。ボヌッチとね、バランがそれぞれスタミナダウンスキルを持っているので、もしかしたらそれでまたね相手の、まあ何ですか、あれが見れるかもしれないですね。足が重くなるが、まあ、足が重くなった結果どれだけ能力値が下がってるとかっていうのがちょっと残念ながら分かんないので、それだけは少し残念ではあるんですが、さあさあ、なかなかでもやっぱり出ないですね。あ、メッシ出ちゃった。さあ、うん、あ、でも今出ましたね最後に。さあ今は誰が遅く、誰がダメにしたんだ。ジダンの、あ、逆か、ジダンが食らったのか、そうでもない、いや相手のジダンかやっぱり。うん、ただスタミナダウンスキルは出てないんですね。スタミナダウンスキル出なくても削り切られちゃうのか。ガットゥーゾのリンギを、待って、こっちにも相手にもジダンがいるのか、ちょっとややこしいな。こっちのジダンの足が重くなったのか、うん、ややこしいな。ちょっとじゃあ見てみましょうか。結構後ろの方ですね、足が重くなったのは。さ、これは純粋にジダンのスタミナの問題なんですかね。っていうのを繰り返すと、自分のあれですね、チームの中で、こいつスタミナねえから選手交代設定しなきゃダメだなみたいなやつもね、分かってくるかもしれないですよね。うん、本当に90分ギリギリではあったんですが、まあ、ちょっとねやっぱり、まあ、延長戦入るかもしれないって考えたらスタミナも大切なのかなとか思ったりしますよね。さあここら辺、まあ、ジダンかなりこの時点でスタミナ低いですね。もうだからそれでもって感じはあるんですが、そんなねゼロまでいくか、赤くなったら足重くなるか、もしかして。そうですね、赤ですね。うん、スタミナが赤に入ったら足が重くなるというところで、まあゼロ以下までは下がらないといったような感じでしょうか。まあ意外とやっぱりなんていうのかな、赤までだったらすぐに行ってちゃうかなと思うんですよね。まあ普通のフィールドプレイヤーだったら1回スタミナダウンスキル食らったらゴールキーパーみたいにね、スタミナほとんど減らないポジションではないので、本当にどんどん減ると思いますし、スタミナもここはちょっと難しいところかなと思います。さあ今回はスタミナダウンスキルが発動しなかったですね。意外とやっぱりディフェンス陣のスタミナダウンスキルが発動しないのが、まあネックといえばネックかなとも思うんですが、確かに今のこの足が重くなったっていうのを見る限り、まあ赤で重くなるのであって、もしもそれでね、まあ何パーセントでしょう、まあ何かバフがかかってしまうの、デバフがかかってしまうのであれば、まあ、それは確率下げざるを得ないかなといったような気もしますけれどもね。ってところで、おっと追いつかれていくが、さあ延長戦、今もでもメッシがもうバーストシュート出してますからね、早々に。やっぱフォワードの方が発動しやすいのか、それともそういうチャンスがあるだけなのか。はい、ってことで実況見ていきましょう。メッシが早々にプルガートミカで相手のスタミナを削り、ここでまたメッシがバーストシュートで相手のゴールキーパーの足を重くしてますね。うん、すごいなメッシ、メッシすげえな。でここで普通に、相手のパスカットで結構みんな足重くなってるんで、最後の方
ここでメッシのシュートでも足重くなって、テフォーも足重くなって、トールンストラも足重くなってって感じなので、意外とこれスタミナ大切なのかなとも思いますけれども、まあ、やっぱりまあ、そんなにスタミナダウンスキル比べなければ大丈夫かなっていうのと、まあ、あくまでもですね、その目に見えてスタミナダウンスキルの効果が分かってるってだけで、分かるようになったってだけでね、その、まあ、減少値っていうのがどこまで大きいのかが分からないので、まあとりあえずね、まあ、自分の試合の中で例えばじゃあ一段スタミナねえなみたいないうのがありましたら、そういう選手の控えをね、積極的にサブに用意しておくといいんじゃないかなと思います。まあ、スタミナダウンスキル食らってしまったらもう仕方ないっていうのもあるんですが、まあ、5つの牌を持ってる選手なんかはね、それこそ全然関係なく戦えるとも思いますので、またねチーム編成キーマン等も含め一つ楽しみが増えたのかなと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。